株式会社ジュラクは、東京都文京区に本社を置く、レストランホテルの運営を行う会社。東京都内、特に、上野、神田周辺を中心に、レストランや外食店舗を展開するほか、お茶の水、ホテルジュラクをはじめ、伊東温泉、飯坂温泉などの観光地でホテルを運営している。上野駅前のシンボル的存在であった、西郷会館に今日を構える、樹落台は、 ファミリーレストランの先駆け的存在で、同社を代表する店舗でもあったが、同会館の建て替えに伴い2008年に閉店している。当初は建て替え後に再入居予定だったが、店舗面積で折り合いがつかず、出店を断念せざるを得なくなった。1970年代から1990年代にかけて、関東及び東北ローカルで CM 放送を行っていた。 各地のホテル紹介と遊びきれないホテルは、ジュラクという CM ソングの最後にマリリン・モンローのそっくりさんが出演して、ジュラクヨー4というセリフがあり、当時放送されていた、やっと出たまんでネタにされるなど、長らく話題を集めていた。福島県の飯坂温泉にあるホテルジュラクは、現在でも高級旅館というイメージを持つが、地元の人間ですら、 ホテルジュラクがチェーン展開していることを知らず、個人経営だと勘違いしている。創業者は、日本の食堂王と称された実業家、加藤誠二郎である、浅草ラクレストランジュラク、上野天水上ホテルジュラク。ありがとうございます。